から羽田のイノベーションシティに行きます。結構人がいますね。到着しました。なんかB'zのライブが合ってるのかな。ポスターが貼られてます。今からとんかつ青木を食べに行きます。以前蒲田でも食べた私の一番好きなとんかつ屋さんなんですけど、ここの羽田にもできたらしいのでそこに行きたいと思います。ゼップもできたんですね。この下にすごい眺めいい。あっちが羽田空港だ。なんか合ってる。てかフラフラしてたらはぐれました。ちょっと迷子になりそう。どこだ。なんか赤い有名な人がいる。食べたことないんだ。食べたくないならよかと思って入れてた感じ。バナナ嫌い。おいしい。もらいました。なんだこれは。クリアファイルとテロ防止うちわとテロの危険見えますかティッシュと交通ルール守りましょう綿棒と反射板。これはなんかわかんないけど企業の旗とハッピー。あ、全部銀行だ。何なんだろう。なんかのゆるキャラがいる。このイノベーションセンターは駅に直結しているみたいです。だだっ広い。すごい空。雲すごっ。ゼップが出来上がって、B'zのこけら落としが合ってるから、至る所にB'zポスターだらけ。飛行機、ヘリコプターだ。あの四角はこれとこれだけ足、そうですね、ここでもいいけど結構ここ足入ります。いい感じ。割と厚め。気持ちいい気持ちいい。足湯めっちゃ気持ちよかった。ここに来るときはタオルを持ってくることをおすすめします。ピザもあるみたいです。わ、美味しそう。なんかすごい釜で。自動運転車発見。今から自転車に乗ってレンタルチャリに乗ってちょっと空港あたりをプラプラします。これを消えた。あれ？あ、いた。顔かわできた。低すぎ？よし。オッケー。すげえ自動じゃない、電動チャリ。おお。鳥居だ。水門で海といいね。あだだだだだ。和菓子屋さんがあったので入ってみます。すいません。一個ずつでも構わないです。パックに入っちゃってますが気にしないでください。何しようかな。よもぎ、あ、なんかこの辺も美味しそうだな。こっち、あ、でもこれも美味しそうだな。これにしますか。はい。はい。歩かれてですか、じゃなくてお散歩。じゃあ遠くから本当はいらしてる。横浜自転車で、レンタサイクルで、あれですね、楽しいですね。まさかこんなところに店がですよ。本当に賑やかな通りだったんですけど、なんなっちゃいましたけど。なんかどれも美味しそうですね。あ、また来ます。また来てください。うん、あ、ちょうど500円です。はい。何か気になるの。甘いの食べてしょっぱいの食べて嬉しい。ありがとうございます。すごく親切なお団子屋さんできた。綺麗な夕日だ。あ、電車。ホテルかな？新しいホテル？人気が全然ない。まだできてない？いや、できてるよ。最高。動いてた。自動走行車。帰ります。なんか和菓子も買えたし、駐車場もすごい安かったし、満足できました。足湯も気持ちよかったです。また来ました。3本ほうじ茶ラテ。わらび餅。あ。おいしい。